昨日の森木のピッチング、こちらすでに貼られた記事、3回4安打3失点となっております。コントロールやばすぎやろ、相手社会人チームで草、西純もやばかったらしいな。ほんま高卒育てられんな、この球団相変わらず高卒育てられんな。順調かと思ったら全然やな。今年もずっと2軍付けかね。この年のドラフト1位全滅か。こいつ誰の外れやっけ。完成度のこそのと随分差がついたな。確かにこれは鳥肌立つわ。明らかにフォーム行方不明になってんやろ。阪神は2軍も東証王国とは何だったのか。阪神2軍って弱いよな。去年もめちゃくちゃウエスタン弱かったし、コンマ高校追いそだたんよな、この球団。めちゃくちゃ低いレベルで発生してる森木。こその論争。森木もやばいけど一番やばいのは西純だぞ。フォーム探しの旅に出た。不純じゃない方の西とかそろそろ出てこんのか。小園が煽られてこいつがスルーされてるのくさ。煽りカスの正体バレバレやね。この世代の高校生で今一番当たってるの誰や。小園は中日の一軍相手に3回1失点なんですけど、このままいって6回2失点なら QS なんですけど、一緒にしないで。チンカス、阪神は育成力があるから、やっぱり大卒以上の完成品しかものにできんのくさ。深沢と羽田がいなかったら、この世代終わっていただろうな。ご視聴ありがとうございました。